シェール県は、フランスのサントルイコールバルド・ロワール地域県の県で、ある。その名称は、シェール側に由来する。アンドル県とともに、かつてのベリー州を構成していた。アンドル県、ロワールイコールイコールシェール県、ロワレ県、ニエーブル県、アリエ県、クルーズ県と接している。県南部は、オーベルニュ南禄に支えられ、 東側はサンセロア地方の丘陵があり、ロワール川が県境となっている。西側はシャンパー・ニュベリションの地方として明け、北西はソローニュ地方の平野である。シェール川が県で最も標高の低い地点となっており、標高89メートルである。1790年以前の州で色分けされたシェール県、ベリー、ブルボネ、ニベルネー。 オルレアネーフランス革命中の1790年3月4日、かつてのベリー、ブルボネ、ニベルネーの一部を集めて新設された県である。国内の他県とは異なり、シェール県は第二次世界大戦後の人口増加を経験しなかった。1946年から2007年にかけての人口増加率は全国平均が57%である一方、シェール県は10%である。 INSEE の予測によると、人口は2010年から2030年までの期間に減少すると予想され、ほぼ4%減ることになる。参照元、スプルフ、2006年以降 INSEE、2007年以降 INSEE 温暖な気候、わずかに険しい地形、豊富な水によって、人々は多くの村や集落に点在して暮らすようになり、 この傾向は現在でも続いている。2011年時点で人口が3000人を超えているのは以下のコミューンである。フランス語が全県で伝統的に話されている。ただし、オイル語の方言である、ベディショア語が20世紀半ばまで県の多くの地域で話されていた。その言葉は隣接する地方の方言からの影響を大なり小なり受けていた。県南東は、 かつてのブルボネの一部であったが、ブルボネでありながら、言語学的には、ベリーの一部であり、ブルボネ語圏ではなかった。県南部、ベスダンから、キュランの間は、オック語の影響を受けた言葉が話される。ありがとうございます。